じゃあ続きですね、プログラム制作の、ポイント、これポイントプログラムって言いまして、ポイントのそのあるところに何か一つのポイント、これに、イコールにしましょう。イコールの、これイコールじゃないやん、これを押して数字を書きましょうか。これこれに、音楽をちょっと書いておきましょう。音楽プログラムっていうのをこのポイント、そのプログラム自体で作っていくこともできるんですけども、その音楽のそのプレイ、その音楽をポイントプログラムでちょっと作っていくわけなんですよ。でまあこれでそのプログラムしていくわけなんですけども、これで例えばですね、音楽のその音階の数字によって、例えばこれが夏のイメージにしようと思ったら夏のイメージと書くわけですね。夏のイメージ、夏のイメージ、こう書くとですね、夏のイメージになるわけなんですよ。でそれでスイッチ、スイッチイコール、パーセンテージにしときましょうか。で、巨大イコールスケートボード。巨大イコール、ポイント。スタートプログラム、スタートプログラムっていうので、まずスタートをプログラムするわけなんですね。スタート、スタートプログラムイコール、イコールシステム、これでシステムにするわけですね。まあこんな感じですね。